スル TV。 ゼレーゼレー、どうもスズルです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、相撲でおなじみ両国に来ちゃいましたということでこちらです。ドン。 JR 両国駅から徒歩5分くらいのところにありますしましまトムさんにお邪魔します。牛骨ベースのラーメン、そしてつけ麺がいただけるお店ですね。セットメニューは超お得で、ランチタイムならプラス100円で牛すじカレー、牛すじ丼、そして餃子、どれかを選べるということで、牛骨ラーメン結構久しぶりな気がしますね。早速行きましょう。レッツゴー。さあ、しましまトムさん、注文制です。今回はおすすめだという牛骨醤油ラーメンに味玉トッピング、さらにランチタイム限定セットの牛すじ丼もお願いしました。カフェのような広い店内でのびのびとしながら待ってるぞ。こちらがしましまトムさんの牛骨醤油ラーメン味玉トッピングです。ポロン。茶色に濁ったスープが印象的なラーメンの中央には牛すじがドカーンと鎮座。牛すじ丼も揃ったところでいただきます。さあ、まずはスープから。どれ。牛の旨味がたっぷりで甘じょっぱい醤油もおり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 、濃厚ですがぐいぐい飲めちゃうめちゃうまスープです。ではお次に麺の登場。早速すすろう。ちょめめい。濃いめの醤油味にしっかり食感の麺がうめい。すでに牛すじの旨味も溶け出し、パッフィングトムのごとくガンガンすすりますよ。さあ、続いては牛すじをパクリでぴょん。味しみしっかり、そしてホロホロにとろける脂身はプリプリ。思わず牛すじ丼のご飯に手を出しちゃうほどめっちゃうまです。さて、そんな美味しい牛すじとネギを絡めてすすってみたり、しっかり味でコリコリのメンマをトム・クルーズのような顔で食らっていきます。それではここで先ほど少しフライングしてしまった牛すじ丼を食らってみましょう。姉さん、こちらもラーメンの牛すじ同様しっかり柔らかくて美味しく、プラス100円で食べられるなんて贅沢中の贅沢。そんな贅沢にさらに贅沢を重ねてラーメンの牛すじを乗っけて食らってみたりと、キャストアウェイのトム・ハンクスには申し訳ないくらい牛のうまさを楽しみまくっていたら、ラストは牛すじ&ご飯&味玉の3連撃で本日も完食です。大変美味しくすれました。とにかく牛の美味しさを最大限に味わえる一杯でした。それではゴーストレン。はい、ごちそうさまでした。いやー、しましまトムさんに行ってきたんですけれども、めっちゃうまかったですね。新しい味だけどしっくりくる一杯といった感じで、スープは牛の風味もありつつ甘じょっぱい醤油もしっかり効いていて、かなり好みの味でしたね。濃いめだけどグイグイいけちゃいましたね。そして何より牛すじがめっちゃうまかったですね。ハズレを引くと味も染みてないし、なんか肉も硬いしで、こう美味しくないなって思うことが結構ある牛すじなんですけど、ここのはめちゃくちゃ柔らかくて、そして味染みもバッチリで、めっちゃご飯に合う味でしたね。やばうまでしたね、あれは。いや、めっちゃうまかったです。今度はつけ麺も行きたいと思いました。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、しましまトムさん、うまうまトムや。はい、ゼレーゼレー、どうもーすすべゼレーゼレー、どうもーすすべ。お